HIS ヘッドライン、今週は韓国です。昨今の入国緩和により渡航者が増加している韓国、本日は無作状滞在時に必要な KETA の取得方法についてご案内いたします。 KETA とは、出発前に渡航者の個人情報を登録し、韓国への渡航許可をもらう電子システムです。申請費用は1万300ウォン、申請期限は出発の72時間前です。手続きのための事前確認事項、準備物は全部で5点です。では、早速申請をしてみましょう。全部で9つのステップに分けてご紹介します。まず、KETA のページを開き、KETA を申請するのボタンをクリック。居住地を選択し、確認事項に同意。メールアドレスを登録。パスポートの顔写真ページの写真を撮りアップロード。ここでは自動でパスポート情報が反映されますので、入力項目が間違いないか確認をしましょう。質問項目と電話番号を入力。韓国での滞在先、渡航者の職業を入力。健康状態を入力。申請者の顔写真を撮影し登録。入力項目はこれで終了です。登録内容が間違いないかを確認し、決済画面に進みましょう。申請代金1万300ウォンをカード決済にて支払いを行ったら申請は完了です。申請結果は出発の24時間前までに KETA 申請ページ、もしくは登録したメールアドレス宛に送られてきますのでご確認ください。申請状況によって承認が降りるまでに時間がかかることがございます。早めに手続きを行いましょう。以上、HS ヘッドラインでした。